久保さんまたね最近また何年前の本だもう5年か6年経ったこちらの本がまた売れましてここにまあプレゼントねしますっていうねでアンケート取ってるんですけど、まあ、企業についてみたいなねお悩みをいただきまして、まあ、動画撮ったんですけど、うん、まこれね単純にちょっと質問というかね久保さんは起業というかなんかずっとなんかあでもすすなんか働いてたか。 その起業するときにどんな気持ちだったかっていうか自分でその自営業をするときにどんな気持ちだったのかなっていうのはねあんま多分聞いてないのかなと思うんでまあ僕はあの腹くくったんですけどまあ僕ね久保さんは僕が東京で働いてる時も知ってると思うんでまあいろいろお世話になったっていうのもあってまあいろいろ悩んで相当悩みましたしポジションもあの平社員っていうポジションではなくトップのまあ グループの一つのトップみたいなとこだったんでいろいろまあありましたね。うん。久保さんはどうだったんでしょうか起業する時ね。行ってらっしゃい。